シノミヤ君のクラスは何やるの？劇です。何の劇？何か役やるの？なんだよ、言えよ。姫マジか。じゃんけんで負けたんですよ。きたー、美少年の女装。きたー、七島君に五十嵐君に篠宮君、この3人のコスプレをプロデュースできるなんて、これぞ千載一遇のチャンス。忙しくなってきやがったぜ。燃えてるね、セリヌマさん。なんで皆さん知ってるんですか？ごめん、つい話しちゃって。やめてくださいよ。ごめんね。でも篠宮君がお姫様なんて絶対すっごく可愛くなるなって思って。可愛いって先輩、僕は男ですよ。篠宮君出てきたな。うわ、字汚ねえなお前。引くわ。写すだけなのに漢字間違えてる人に言われたくないですよ。うっせえ。ゆっくりでいいよ。はい。それでいい。予想以上にいいね、あの3人。シオン、どこから見てもシオン、シオン 3G 続き、シオン 3G。 忍び役も見立て通りめちゃめちゃ可愛い。出したなんて誰も思わないよ。そうですか。お前、男として見られてねえな。あんたは生身の人としてすら見られてないですけどね。イケメン4人と時間差デートか。やめえわ。二人きりなんて本当にどうしたらいいか分かんないだから。あれ、これはメイドとご主人様がギャックっていうか、これ睦美先輩の箸じゃ。おいしい。時間です。すいませんね。大丈夫。平気です。怖いの苦手なのかな。かわいいな。ほら、出口もうすぐだから行こう。お前、男として見られてねえな。子供扱いしないでください。僕だって男ですよ。篠宮君。そんなに怖かったのかな。おい、何があった。事故です。事故なんです。はあ、すごい。すごい。うん、シオンとプリクラ撮れるなんて嬉しい。そっか、よかったな。でもさ、俺は生身の男だから、それは覚えとけよ。ごめんね、時間です。空気読んでくれよ先輩。でも時間だし、約束だから。そんなの少しくらい。さあ行ってください、睦美先輩たち。離せこの野郎。学祭もフィナーレとなりました。フォークダンス、才川自由、クラシアスに気になる人も誘っちゃってください。セリヌ、今日はそういうのなしで。お前が言うか。よし、踊るぞ。なら、はぁ、やめろや。何ですかあれ。じゃあ俺たちも行こうか、せっかくだし。なんで。あーちゃん、やっぱり私たちのベストポジションはここだ。
これが私の生きる道！